所によってサナギの色は違う。天敵から見つかりにくいように周りに合わせた色に変化すると言われている。すごいよね。だから実験してみたいの。赤い部屋でね、真っ赤な部屋でサナギになったら赤くなるのか、真っ黒になるのか、黒い部屋だったら。それをちょっとね、ちょっと実験してみたい。ここまでで、モンシロチョウとクルアムハのサナギを発見した熊杉先生、完全変態の凄さを知ってほしいということで、全く予定していなかったホワイトボードでの授業を始めた。やっぱね、完全変態ってのはすごいんですよね。完全変態の凄さ、これを説明したいと思います。まずアゲハは最初、卵。この卵からある日出てきます。ちょっとずつ大きくなって、でここら辺から緑のこういう皆さん